奥平貞次安永7年6月11日は、伊予松山藩家郎、奥平東西門や四代当主。父は、松平正貞。養父は、奥平貞虎。兄弟は、松平正し小出江戸。子は、奥平定官、水野忠則。通称は、二郎八、酒の進む、男女、左門、東西門。 元六十六年九月二十七日、三百票の幕府旗本、松平木之助政廷の次男として、江戸に生まれる。父政廷は、二千国の旗本、松平織部貞之の七男で、母が松山藩の家老、奥平貞吉の娘であった。宝永七年祖母の実家、伊予松山藩が老である、奥平東西門家の家督と、養父の 医録のうち2500国を相続する。聖徳四年有域を預けられ組頭となる。教法三年過労職見習い。教法五年過労となり、同年300国の活動を受ける。教法十四年治業三千国となる。教法年間より、反省をめぐって、同僚の過労、奥平三郎米貞国と二杯に分かれて争う。両奥平家は、東左門家が、初代藩主。 松平定行の聖母の弟帝義の子孫であるのに対し、サブロベ家は帝義のおじ帝政の子孫という本来一族の関係であった。教法16年、貞国が隠居を命じられ、反省を退いたことで一旦は勝利を収めた。教法17年の教法の大基金で最多の3500人にも上る場死者を出した松山藩は幕府の不況を買い、 同年12月に、藩主、松平正栄へ最挙不行届と,として錆替えの処分を受ける。翌教法18年4月に錆替えを解かれた藩主定栄は5月に休止した。新たに藩主となった松平正氏は手始めに、隠居のみであった奥平貞国に、過労再金を命じ、貞ダツグ金当時の藩政指導者の処分を行った。そこでのサダは、 寮内の困窮を尻目に、大阪で遊興に吹けっていたとして、過労を罷免され、熊山に敷居を命じられる。共法十九年、着難定官が、しむしる千五百国で、加盟存続を許された。共法二十一年四月、敷居処分を解かれ、大阪表に立ち抜く。漢方元年八月、熊山地域の農民三千人が、神船媒師法反対等を訴え一揆を起こし、 大須藩に挑戦する事件が発生する。今度は、旧米佐国がその責任を問われ、遠頭となり失脚する。同年十二月に、大阪兵より召喚された佐田次は、翌官方二年に、過労職に復帰、官方三年に、治行三千国を賜り、軍用型並支配法要係となる。官縁三年、五百国の加造を受ける。法暦三年、病により、 過労を辞職して隠居する。安永2年、隠居料50人口を賜り、サモンと名乗る。安永7年6月11日死去。去年71。ありがとうございます。